こんばんは。2月21日の夜22時18分ですね、珍しく金曜日にやってるわけなんですけども、それからね、私最近配信が多いと思います。で、この配信が多いということは、私はいつも言ってますけども、飼っている時には配信が多いんですよ、特に大きく飼った時は配信が多いです。それは一つはですね、やっぱり勝てる時ってすごく気になるんで何回も見ちゃうんですよ。で、プラスですね、こういう時に分かりやすく解説する義務が私にはあると思うんですよね。で、これからも少ない視聴者さんかもしれませんけども、やっぱり100人前後、やっぱりこれはね、私の相場解説についてきてくださる方って本当ありがたいですよ。これ見てる皆さんですよ、私の解説まだまだなところもありますけども、最近はですね、分かりやすくて勝てるようになってきたという声本当に増えてきました。 ありがとうございます。私別にメールアドレスをあちこちに書いてるわけでもないんですけども、動画説明欄から探してですね、メッセージくれたんでしょうね、本当にこれからもよろしくお願いします。それではですね、本日の相場解説4時間足からいってみますけども、私はですね、これ今回はN が2つ続くというのも考えていかなくちゃなと思ってるわけなんですよ。1個目の N っていうのがどこかっていうと、ここなんですよ。これ時間軸をちっちゃくしたら分かりますけど、これ N になってるんですよね。で、もう1個がここにあります。N の連続ですよ。N の連続が来るんではないかなというふうな、こう仮説を持ってますね。で、もう1つの仮説としては、これがですね、ちょっと待ってくださいね。ヘッド&ショルダーになるんではないかなっていうことも言ってましたよね。で、その全てが、ここをブレイクして高値圏を作ったからなんですよ。ね、この形よく覚えてくださいよ。高値圏という言葉もよく覚えておいてください。高値圏です。ね、ここら辺から始まって、ここで、レンジを書いてですね、高値圏に入ったでしょ。だから高値圏からのヘッド&ショルダーは大きく下がるんだよってことが一つ意識するところ。そして高値圏に入るための N、この N を書いた時っていうのは、また N が続くことがあるんですよ。これを意識しながら、さらに細かい時間軸、1時間を見てみましょう。はい、1時間なんですけども、最初の N はここにあります。高値圏を作った N です。ここにズバッとありますよね。で、次の N なんですけども、ここが解説大事ですよ。次の N は、すぐにこちらのようにですね、ズバッと N になるわけではないんですよ。これも いつもあるパターンなんですけども、次の N っていうのはここです。で、こういうふうに、すいません。フラッグをまず書いて、こういうふうに。そして、N を作る。こういう N ですよ。こういう N を作ることがこれまた多いんですよ。で、ここに、フラッグが見えているということなんですよね。で、もちろんこのフラッグ、まだ続くかもしれません。こうやって。で、続いた結果、下に抜けることもあるんですよ。ヘッド&ショルダーの代わりに。だから、ここを注意深く見て、下に行くのか。上に向かって N を作るのかを見ていかなければならないってことですよね。ではもう一個下の時間軸15分見てみますよ。15分の N の一つの、これが N って形はこうでしょ。これが N ですよね。で、これがここですよ。で、次のこれ、これがですね、どこかというと、このフラッグなんではないかなと思うんですよね。フラッグ、ほら。で、ここはちょっと上の方に偏ってますけども、フラッグと見えなくもないと。で、これが、ここからズバッと抜けると思ったらちょっとまだ早いですよ。それはまだわかんないんですよ。こういう風に行って、下にそのまま抜けるかもしれないし、フラッグを突破してね。そうすると N は壊れます。こういった形になります。N じゃなくて、こうなるんですよ。この形もよく出てくるんですよね。この形も台形みたいなんです。これも覚えておいてください。でも私が今考えているのは N の字を書いて上に大きく抜けていくって形です。それがどこになるのかは分かりません。このね、棒がどこでこれを作っていくのか分かりませんけども、それを注意深く見ていきましょうっていうのが今日の相場解説なんですよ。さあ整理しますけども、私はこのね、動きを N がダブルで作られるのか、ここもう一回4時間の方いきますよ。 N が2つ作られて、さらに112円とかね、113円の方向に向かうのか、それともですね、下の方にまた109円、110円割っていくのに、行ってしまうのか、その、いずれかだと思いますけども、その見極め方は今お話した通りでございます。二つ目の N っていうのはフラッグを書きながら行くんではないかなと思ってます。それでは、こんばんは以上です。今週もありがとうございました。